<laughs> でずっと見てましたもん僕 <laughs> それぞれの作品のその印象というのをお伺いしたいなと思いましてまずはカンさんどうでしょうキングオジャはそうですね僕は以前あの先日試写で「キングオージャー」の映画も見させていただいたんですけど、はい、本当にあの本編も見てるんですけど。うん なんか本編とまた違って映画館で見るこのスケールだったりあとは世界観だったり本当に幻想的な映画が出来上がっていて、まあ、特に僕はヤンマガストとリタの絡みが本当に大好きであ,のありがとうございます早く公開してほしいなという思いがあるんですけどもう1回、そこのシーン見たいなと思っているので皆さんもぜひ注目してみてください。 いや本当に本当にね、やっぱりみんなね、やっぱ試写でもちょっとね、笑い声が聞こえてくるというところもあったりとかしますけど、お二人、いかがですか、今のお話聞いて、どうですかいやもうすごく嬉しいです、はい、僕もじゃあ、技術のあ言ってくださのこのまま言っちゃっていんですかもちろん。もちろん今回、僕も拝見させていただいて、うんあの、4人のエースが出てくるんですけど、はい、まあ、各々違ったエースの姿を。 見れてただ僕、印象に残ってるワンカットがあってそこからどこか言えないんですけどそのカットを見たときにあこの人は本当に綺麗な目をしているなって <laughs> すごく思いました、そこが印象に残ってますありがとうございます。<laughs> じゃあちょっとそのシーンは公開されてから、教えてなんかいただきますかなんかそのキャストブログとかいろんなところで、はいどっかでツイッターとかねインスタとかもそういうのも SNS とかでも、でもわかると思います。あ本当ですか？はいいいだったので。おなんかご自身ではカンさんここかなっていうのありますか？いやわかんないですねすいませんすいませんそういうのわからないんですよ。わからなわからない。すいませんはい後で教えてください。 ありがとうモッちゃん。いえ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 仲良しいいです。ありがとうございます。じゃあどうでしょうかね。他に何かゲスチームで何かゴキングゴじゃここめちゃくちゃ自分印象残ってるよってのある方いらっしゃいますか。佐藤さんありますか。いやまあでももう本当になんですかね技術の世界にないやっぱキングワールドと言いますか本当に映像美もう CG がすごかったね。もう CG がね。確かに確かに。すごいですよ。 ずっと見てましたもん僕本当にこう冗談抜けた顔やめなさいがいいよマそうや違うぞガチなんです本当なんですあの今こっち向いてやっていただいたんであっちの皆さんにも見せていただいてよろしいですか今のお顔もしよろしければすいません申し訳ない本当にすみませんありがとうございますおはさとうさんに大きな拍手皆さんいやいや違う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  ありがとうございます。いやでもすみません。それぐらいのインパクトがやっぱり映像にあった。やっぱ技術にはないすごい世界観が圧倒されましたね。本当ね。はい圧倒されました。はい。古田さんいかがでしたいやすごくあの撮影が僕たちはあそこまでの CG を体験しないのですごくあの大変そうだなとあの普通に思っていてなんかそういうお話を聞きたいですね僕的には。おおどうでしょう？か。 多分グリーンでの撮影だったと思うんですけど、あれは結構大変ですよね。絶対そうですね。夏は涼しいですね。ーーねなるほど。外じゃないんで。外じゃないから。はい、夏はこの衣装だとスタジオだと、イラッキいってなります、ねあ。逆に。<laughs> 逆に。になるほど。はい。ただ、日が落ちないから、スタジオはあ、日が関係ないから。結構長くまでやったりするんで。なるほど。そういうあれはありましたね。大変さは。 お疲れ様ででしたありがとうううございますそうかそか、ね、やっぱ外でのろけだったりとかするとそのね,こうそうですね日が沈んだら、はい、もう取れないよってなるんですけどスタジオだとそれがないんで、はい、そうですねそ<う>いやでも本当に素晴らしい本当にすごいんですよ皆さんぜひねその迫力を体感していただきたいなと思いますけど、ね、あと1週間、ね、もうちょっとでございますからいやどうでしょうなんか星野さんどうですかねなんか王様どの王様になりたいですか うわし大変ですよ難しいんですけどでもちょっと、うん、唯一、うん、こうギーツとキングオで私がちょっと似てるかなって思うのがやっぱ「姫野ちゃん」家族家関連のところで、まあ、今回みんなそれぞれ過去と向き合うみたいな感じだと思うんですけどその中でもちょっと家族の。 ところが一緒かなって思っててあと色もね,ね黄色でか一緒ですね一緒なのでなんかそういう部分でちょっとなんかうるっとするところだったりとか感じる部分があったのでやっぱそのめちゃめちゃ全体的にすんごいなんかかっこいいんですよ本当にかっこいい中でやっぱひめろちゃんのところがちょっとうるってきたのでなんかね一緒だね一緒だね <laughs> なんていうの遠いんだ <laughs> 皆さん拍手 <laughs> 尊いですね。ありがとうございます。本当見つめ合ってる瞬間、みんなもう目に焼き付けた、ちゃんと本当に私は焼き付けた。ご飯三杯いける。ありがとうございます。<laughs> いやー、青島さん、どうでしょう。はい。なんか金吾ちゃん、見て。ここ、よかったなとか、あとはなんか、な,なりたい王様でも。なりたい王様ですか。うん、あ、でも、さっき、はい、あの、トイレで。平川さんとお会いした時に。そうだ。はい。はい、あの。<laughs> めちゃくちゃ気さくな方で、ちょっと仲良くなりたいなって思ったので、ちょっとリタちゃんを押していきたいなというふうに思いまありがとうございます。どうです、広香さん、押されました。いやーもう最高ですね。うんうん、はい、ちょっと押してもらおうと思います。はい。で、あわよくばこうもう。 めっちゃ仲良くなっちゃった何<え>かしてじゃあ後で連絡先交換してもらって、はい、後ですぐ、えー、すぐお願いします友達になった瞬間皆さん目撃しましたよ良かったですねこれはレアですすごいよなかなかないからねこういうのね皆さんの前でってありがとうございます素敵な瞬間をじゃあどうでしょうキングオージャーサイドから技術見てここすごい良かったなっていうところ坂井さんありますかいや、うん、カン君がかっこいいかっこいい ありがとうございますなんか僕,には僕にはないなんかこうカリスマ的な,なんかこうまあね身長も高いしねなんかこう中身は分かんないですけど <laughs> こう風貌とか僕にはないこうカリスマ性があるんで,いやでな,んかまあなおかつまあ作品だったらまあこうこの絶対王者であるこうエース。 のこう違う一面が見れて、このすごく新鮮で楽しかったです。いや本当に、はい、そうでした。新鮮でした。良かったです。うん、本当に何だろう、撮ってる時はあの四人合わさったらこう違いをすごく見せたかったので、うん、浮世エースは浮世エースですけど、なのでそう言ってもらえて本当に嬉しいです。ありがとうございます。かっこいい方です。ありがとうございます。池田さんどうでしょう。 ええー、僕もあの印象的だったのがやっぱ四人いるじゃないですか。うん、それがまカッコいいのは前提でもう面白いんですよ。めちゃくちゃ。<laughs> <い>そうであのお気に入りのその、はい、なんだあの一、ー、人、はい、みたいなのが僕もいて、はい、まあ、言っていいのかわかんないけど言っていいのかな。大丈夫だと思います。カウボーイのあ,ー<お>あれはなんだはい、はい、あれは。 力のね、あ、そう、それが、もう面白くて、だから、皆さんも、あの、どれが好きとか。なんか、やっていただけたら、面白いのかなって思います。確かに。なか、好きな、四人のエース診断みたいなんとか作ってほしいですね。なんかね。めちゃくちゃ面白いんですね。選んだあなたは、こんな人みたいな。はい。僕は力が好きです。ありがとうございます。本当に、素晴らしい。どうでしょう。渡辺さんは、いかがですか。 僕はあの綺麗な目のエースが好きです。あ、そうだった。そうだ。どれ？失礼。失礼。失礼。そこです。間違いだ。間違いだ。い。すごい言われて嬉しそう。ありがとうございます。カクさんどうですか？そうですね。僕はやっぱ技術が本編がすごいシリアスなんで、もうその映画でコミカルなところがいっぱいあって、もうやっぱ本当にもうさっきも言ってたんですけど、クスッと笑うところがいっぱいあって、なんかいいなって幸せだなってなりますね。はい。いや本当に。 なんかいろんなね本当にこう笑ったりいろんな感情をそうなんですよね呼び起こさせてもらえるすごい面白い作品だと思います間違いないだそうです g i の皆さん褒められましたせーのありがとうございます危ない危ない危ない全然知らんかった全然知らんかったなんてかわいい何のせいのか分かんなかったよくやりましたね皆さんねさすがですね上がしてくださいさすがです g i チームかっこいい平川さんどうでしたあ平川さん 平川さん。はい、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 すみません。はい、どうでしょう。どうでしょうか。技術。そうですね。やっぱ。いろんな顔が見れるエースの。本当になんか。ね。はい。いいね。ありがとうございます。好き。平川さん、そういうとこ好き。すごく。ありがとうございます。いや、面白かったですよね。いや、めちゃくちゃ面白いし、すごい見応えがあって。なんかもう、ずっと。 多分瞬きしてないと思います。は,<っ>はい、乾いちゃん、はい、<ー>多分瞬きしてない。これは嘘だ。いや、え、それどんな顔して見るの？う <laughs> あのこ,こう。 いや、不動、だだ<だ>不動ですね。普通に不動です。これです。これです。はい、<laughs> ありがとうございます。<laughs> 不動で見ていただきました。皆さん、ありがとうございます。はい、村上さんは、どうでしょうか。そうですね。やっぱキングオージャーが結構シリアスにやってる分。このコミカルな感じがもう、ゲラゲラ笑っちゃうというか。この二つが全然違くて、面白いなって思いました。 全体通してのバランスみたいなのもなんか今回2本立てですけれどもすごく素敵だったなというふうに思いましたそうですねあとはやっぱりこうみんなと一緒に戦うっていうシーンはどちらもかっこいいなって思いましたねみんなかっこいい本当にありがとうございますせーのありがとうございますせーのどういたしましてなんやねんこれ 何ですかこれすごい,全然,い全然知らないのに <laughs> ごめんアドリブ <laughs> すごくない,すいさすが皆さんこれだけのやっぱりねなんかつながりというか連携ができる二つですのでぜひ豪華2本立て楽しみにしていてくださいじゃそれでは最後になりますけれども菅さん酒井さんから皆さんにメッセージいただきたいと思いますのでまずはかさんからお願いします今日は暑い中本当にお集まりいただきありがとうございますあの水分補給忘れずにしてください本当に熱中症危ないので そう7、ね、月28日、「キングオージャーアドベンチャーヘブン」と4人のエースと黒狐が公開するんですけど、まあ、本当に両方とも本当にスタッフそしてキャストの皆さんであの本当に全身全霊でキングオージャーの皆さんも頑張ったと思うし僕たちも本当に全身全霊で頑張ったのでの本当に劇場で見てほしいと思いますしあとは技術は集大成なので1年の集大成ぜひ皆さん 映画館で見届けてくださいお願いしますありがとうございますありがとうございますでは坂井さんお願いしますはい、えー、本日はすみませんお,、えー、お暑い中 <laughs> 先生いろんな読まった今<る>本なんか謝っちゃいましたけど <laughs> えっと今日は、えー、お暑い中お越しいただきましてありがとうございます7月28日から、えー、映画公開です絶対に絶対に来てください はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。